ちょっと待って、タイミングつかめないわ。ちょっとタイミングちょうだい、タイミングちょうだい。タイミングとかねえよ。タイミングちょうだい。どうも、月刊チューズデー編集員のジョボです。どうも、庄司エンド庄司。はい。というわけでですね、ゲッチファン。はい。今日はジョボがお送りいたします。ちょっとこれ見えちゃってるかな、もう。何が見えちゃってる。見えない見えない。何見えない。今日はですね、植えます。植える。植えます。新しい仲間を。はい。皆さんが知っているこちらの野菜。おお、ついに。美味しいよね、ニンニク。え、それ、え、そう、これね、一応分かりやすいようにね、持ってきたわけじゃないんです。ニンニクはどうやらこの玉みたいになってるやつが全部分解して植えるとこれになるらしいです。そうなんだ、はい、なんで一回これ分解作業をやってから、畝もね、新しくここ作り直してるんで、はい、はい、これを植えていきましょうと。なるほど、はい。で、話によるとヤスがまたこのニンニクの近くにまた違うものを植えるみたいなんで、なるほど、ちょっとまた後ほどその詳しい話は説明しますんで、はい、とりあえず作業に取り掛かりましょう。はい、はい、それでは行きましょう。ゲッチ。はい、というわけでまずはニンニクの分解作業ですね。庄司さん、こっちお願いします。よくキャッチしたね、今。全然見てなかった。カメラ見ながらこっちキャッチしてたじゃん。なんかあの料理するときみたいに全部剥かなくていいらしいんですよ。あ、そうなの。はい、なんでこれをあの多分いつも通りこういう感じでパカッと、でこれでまあ周りのこういう厚い皮は軽く剥いて、でこれで、あ、それで1個。はい、これで1個です。1個。そうなんですよ、でかいやつほどいいらしいです。えりすぐりのでかい玉を選んできたんで。なるほど。はい、こちら植えていきましょう。とりあえず剥いて植える場所にちょっとプッとしていきます。皆さん、コンパニオンプランツって聞いたことありますか？コンパニオンプランツ。コンパニオンは知ってます？あの、よく女性の方が。やめろ。あ、いや、うんこ漏れそうだった今。やめろよ。その座りしてるから。大運動もするとこだった。コンパニオンプランツっていうのがあるらしくて、でコンパニオンプランツがなんかそのある野菜とある野菜のそのお互いにこう近くに植えとくと、そのお互いにこうなんか殺虫作用というか抗虫作用っていうんですか、虫を寄せつけないとか、はい、その身入りを促進するみたいな、お互いの影響、いい影響を与え合う植物みたいなのがあるみたいで、はい、でそれを今ヤスがあの調達しに行ってるんで、まず僕らニンニクを植えて、でヤスがを植えるみたいなんですよ。ヤスが編集してくれるよ。自分で野菜やんないよ。本当に。さあ、ここでクエスチョン。やっとく。さあ、ここでクエスチョン。ニンニクと相性のいいコンパニオンプランツ、その正体は一体何なんでしょう。いらんか。一応そのニンニクとあの相性のいいコンパニオンプランツがイチゴだそうです。はい、イチゴ。意外だよね、イチゴ。そうするとニンニクにつく虫をイチゴの作用で退けてくれるし、ニンニクの作用でイチゴにつく虫を退けて、でイチゴの取れる実の量も増えるみたいです。あ、そうなの。はい、なんでそれをこのスペースにまずちょっと植えてって、はい、でイチゴが植えられるようにちょっとこう間を空けながらっていう感じで植えていこうかなと。ニンニク、イチゴ、ニンニク、イチゴ、ニンニク、イチゴみたいな、はいはいはい、ちょっとサンドイッチでいこうかなと思ってます。そしたらね、こんな感じに並べたんで、これをだいたいとんがった方上かな、このニンニクの芽の、まあ、これが上らしいですよ。でここの下から根が出てくるみたいなんで、ここを上にしてだいたい10センチぐらい、10センチ、はい、で植えていくみたいです。10センチって深くね。待って、10センチってだってそれぐらいある、中指ぐらい。
構深いぞ。育てよ。ごめん、胸壊した。多少覚えとかないと。そう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 。俺、明日だったら指骨折しとるかもしれんぞ、これ。そんなに指パンパンに腫れるかもしれんぞ、これ。指こんなんなっとんぞ。いや、おかしいんだよ。指こんなんなっとんぞ。元々のジョボの関節がおかしいんだよ。これ、よくよく考えたら牛糞なんだよな。牛糞と土のハイブリッド、ね、うんこのハイブリッドやな、これ。ミミズのうんこも混ざってるからな。よいしょ、よいしょ、よし、オッケー。これ、あと1個どうしようか。あと1個は逆にさ、どっちみち余っちゃうんだから、コンパニオンプランツしてない場合どういう感じで育つか実験があったら、この人参が全滅したところに植えてみるよ。人間全滅してない、まだ。ちゃんと4つある、5つあるじゃん、釜へのよそ様の畑を見るとさ、めっちゃ育ってんだよね。生い茂ってる。うちの子だけだよ、こんなの。まだこんなの。そう、あーあー。逆に10センチの深さってことは、10センチ上に持ってあげればいいんだよな。逆の発想下行けないなら上に行けと。なるほど。押してダメなら引いてみるみたいなね。月中できましたよ。おお、マルチも張りました。しっかりマルチ張って、はい、もうお膳立て完璧です。じゃあ、あとはヤスが来るのを待って、ね、いや、待たなくていいみたいですよ。あ、ヤスが来て、イチゴを植えてくれると。植えてくれるみたいです。なるほど。そう、ネットも張ったし、穴も開けました。はい、もうバッチリです。というわけで、あとはね、編集長が仕上げにイチゴを植えてくれるみたいなんで、はい、なんで僕たちは飲みに行きますか。早い、ちょっと早いな。ちょっと早い、まだね、お日様ね、こうこうと登ってるからね。まだ早い。まあ昼飲みもいいんじゃない、たまには。あ、昼飲みね。うん、じゃあ僕らの作業はこれでおしまいということで。はい、あとはヤスにバトンタッチ、はい、しましょう。じゃあヤスさん、お願いします。お願いします。あれ、お待たせしました。あれ、納品です。これヤス植えてくれるんだよね。ちょっと急用があって急用があって間に合っちゃいました。ということは、これは今からヤスが植えて、お願いしてもいいですか。これお願いしてもいいですか。残業代、残業代出ます。あ、残業代出します、出します。出します。はい、出します。わかりました。 1.25 倍で。わかりました。いっぱい、ちょっと種類全部違います、これ。あ、なるほど。あ、そういう感じ。あ、すごい。へー、ラブベリーにみのりくんと白蜜か、あとドルチェベリー。え、何種類あんの。7種類。全部違う。あ、花の色が違うのね。ラブピンクとパッションレッド。そう。なるほど、なるほど。そういう感じなんで、分かんなくなっちゃうんで、この名前札全部差し入れてください。あ、分かりました、分かりました。了解です。もうね、見てこれ、ちょっとこれもう花なっちゃってんの。ほんとだ。じゃあもうこれおしまいのやつ、もうこっから実になる感じかな。そいつなっちゃうかもしれない。早いな。すごい綺麗になってんじゃん。ヤスのために穴まで開けたんだよ、分かるように植える場所の。すごい綺麗になってんじゃん。指折れるかと思ったからね。見てこの指、こんななっちゃってんだから、もう。いや、元からだよ。こんななっちゃってんだよ、もう。労災おりますか、じゃあ。労災はちょっと、労災ちょっとごめんなさい。終わりました、じゃあしっかり植えてね。はい、終わりました。よろしくお願いします。はい、ではまた。編集長、女の子のとこ行ってるみたいですよ、この後。女の子のとこ行くみたいです。マジかよ。はい、俺らに任せて、本当に。女の子のとこ行くみたい。ひでえやつだよ。見てる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 。まだいるわ。植えましょう、植えましょう、植えましょう。
ラスのようにイチゴだけ持ってきたな。ねえ、本当だよ。ちょっとこれでも楽しみじゃない？白い。白いイチゴ。なんか高級なイメージあるよね。サントリーだよ。そう、サントリー本気の野菜。じゃあさ、ちょっと急げる？なんで？バッテリーなくなってきたよ。やばいじゃない。やばいじゃない。あと 10% しかないんで。はい。今ウルトラマンみたいな感じになってる。体今なっちゃってる？うん。やべえや。やべえや。お次はですね、こちら。はい、白ミツカに続きミツカ。ミツカ。鳥居さんの本気。これも。鳥居さんの本気ミツカ。お次はですね。また鳥居さんだわ。そう、サントリー本気野菜。ドルチェベリー。ドルチェ&ベリー。春も秋も取れる上質な甘さ。四季なり。コロスケなんじゃない？四季なり。急にコロスケ出てきたな。いや、いたわ、ここにも、ここにもいたわ。いた。一気なり。一気なり。それ何？これはね、鳥居さんの本気野菜。楽なりいちご。ここにもなりがおる。完全コロスケじゃん。楽なり。さらそう。埋めちゃって豚ゴリラ。誰が豚ゴリラじゃん。誰が豚ゴリラじゃん。誰が豚ゴリラ。いや言ってねえよ。お前しか庄司に関しては見た目知らねえんだから分かんねえだろ。いや疲れてんな。疲れてんな。俺どの世代に受けるんだよ。それはなんだい。これはね、みのりくん。みのりくん？うん、みのりさんの本気だそうです。その女性がみのりさんなのかな。じゃないの？みのり、この人すごいイチゴのやり方してるよ。あ、そういう風にやんの？家庭菜園レベル100だよ、もうこれ。本当に、この見て置き方映ってる。もう家庭菜園のレベルがすごいよ。プランターをこう重ねてるジェンガみたいになってんもん。よし、よし、オッケー。仕上げは序盤。月中。はい、というわけで編集長のご命令通りに終わりました、はい、いやしっかりね。お疲れ様でした。いや、まさか違うイチゴの種類全部買ってくると思わなかったよね。7種類もあるんだ。でもなんか安らしいけどね。なんかさ、まあ多分イチゴの種類にこだわりはないじゃん。そうそう、でも一応さ、網羅できるようにみたいな。安らしいよね、でも。で、まあ今回ちょっと途中でちょっとご紹介したコンパニオンプラントっていう、はい、まあニンニクとイチゴがお互いにやっぱこう虫を避けて、で、実りを良くするというのを、まあこっち側って実際それやってなくて、で、そっちのニンニクとイチゴだけそれを初めて試してみたんで、まあ、虫のつきとかこっち大変じゃん。そうだね。それがどれだけ変わるかっていうのもちょっと楽しみだし、はい、あとね、ちょっと編集長に内緒なんだけど、内緒なんですけど、まあ、編集するのは編集長なんですけど。これ見て気づくってこと。あのコンパニオンプラントで植えたニンニクと、あとはあの人参の横にもですね、一個一かけ余っちゃったニンニクをですね植えたんで、それの育ち具合がどう変わるかっていうのもちょっと楽しみなんですよね。せっかくコンパニオンプラントご紹介したんで、その違いとかも今後はちょっと注目していただければと思います。なるほど。はい、じゃあこの動画面白いなと、ためになったなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の月中ファンもお楽しみに。ではまた。